こうやってね、やっぱり両者ともにこうやってステージでね、ダンスを披露しているわけですから、はい、どこかで交わる時が来るんじゃないかなとは思っていたんですが、これがなんと今日という、いやーいいですね、はい、これで化学反応バッチリ起きて、ファイターズもさらにここから連勝ですよ、間違いなく。でもどうですか、一緒に練習ももちろんしたわけですよね。はい、練習はどうでしたか、キリンちゃん。そうですね、やっぱりハイファイブボーイズは結構ガツガツ系で、ファイターズガールってチアで可愛らしい踊りをしてて、はい、なかなかジャンルが全然違うので最初は不安でしたけど、はい、ハイファイブボーイズさんみんな喋れないけど優しいんで、おう、あれ、喋らないけど優しいのをどういうところから感じていたんですか。やっぱりダンスって伝わるんですよね、はい、気持ちがどれくらい練習したんですか、ちなみに。そうですね、まあ今回は急遽決まったので、いつかやりたいって言ってるのが今日という急遽だったので、はいはいはい、まあ、練習時間は短かったんですけど、完成度は見てのお楽しみということで。いやー、いいですねそう、だからここでダンスバトルをやったのが、はい、あれ1ヶ月ぐらい前でしたっけ。そうですね、もうそんな経ちますかね。あの時に、いつか一緒に踊るところを見てみたいなっていうふうに思ってましたけれども、今日実現ということで、はい、皆さんぜひカメラに収めまくってください。お願いします、はい、じゃあ、最初は誰と誰が踊るの。最初からもうコラボで一緒に踊らせていただきます、はい、キリちゃんも。私もです。お、わかりました、はい、さあ、準備できたかな。ということで皆さん準備できたみたいですね。 OK、 大丈夫ですね、はい、じゃあ参りましょう。ハイファイブボーイズとファイターズガールのコラボダンスパフォーマンスです。ナイスなコラボレーションでしたね。喋らないだろって。
後ろから見てたらすごいかっこよかったし、プラスね1個言わせてください。はい、ハイファイブボイスのダンサーの真ん中がですね、はい、踊るたびにディーゼルのパンツが見えてました。ダメ見せちゃ、宇宙人もディーゼルで対応するんだなっていうのが、初めて僕は知ってびっくりしましたけども。いやキリンちゃん、はい、バッチリじゃないですか。バッチリだった、よかった。皆さんどうでした、また見たい。いやかっこよかった。これをそんなに練習時間なかったわけでしょ。もう1日です。昨日のそうですね、試合もあったので私たち稼働してたので、はい、その空き時間に、はい、振り落としをしていただいて、おはい、いいですね、最高じゃないですか。リーダービッグマンどうでした今のパフォーマンス。最高、バッチリでございます。いいっすね、ファイターズガールの皆さんもいつもと違う雰囲気をね、見せてくれましたけれども、はい、さあということで今こうやってファイターズガール3名とハイファイブボーイズがまあコラボレーションしたと、はい、いうことなんですよね。はい、せっかくですから他のファイターズガールのダンスも見たいですよね。お？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 皆さんどうですか、見たいっすよね。見たい？見たいですよ、そりゃ。大丈夫？聞こえない、あんまり。はい、私たちいらないですか？いやいや、もちろんもちろん。じゃあ、踊れる人はって感じで、はい、いきますか、じゃあ。じゃあラスト、はい、1曲を。お願いします。はい。もう完成度が高すぎて他のガールの入る隙が全くありませんでしたよ。もう結果来なかったですね。ねえ、寂しいな。すごい振り付けの完成度高かったもん。次回は他のメンバーもぜひコラボに参加してほしいなと思います。はい、キリちゃん、こうやってハイファイブボイスと同じステージをやってみてどうでしたか。めっちゃ楽しいですね。楽しい楽しい。もう今日の仕事終わりかな。あ、もうそれぐらい。ここから本番。まだまだあるけどね。やばいやばい。お疲れ。私ダメでしょ、いなきゃ。この猿芝居なんですか。あ、すいません。まあでもこれで、はい、ハイファイブボーイズもね、今シーズン終わって宇宙に帰らなくても済むかもしれませんよね。ここで存在感を発揮して、ま、彼らのダンスが必要だってなったらね、はい、皆さん応援をよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでハイファイブボイスとファイターズガールの皆さんによるコラボダンスパフォーマンスでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、皆さんお願いします。